Welcome to CrewTube! 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日は第4回ですね、の CrewTube ということで、前回は弊社の営業2名を迎えてですね、ジェネシスクラウドの特徴についてお話ししたんですけれども、今回は弊社のソリューションコンサルタントの高崎を迎えて、エンジニアの視点からの特徴、ここがいいというポイントをお伝えできればと思います。高崎さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、早速ですが、前回小畑さんがオンプレが F1 カーなら、クラウドはテスラのような、常に新しくなっていくというような形で車に届いていたんですけれども、エンジニアの目線から見たオンプレとジェネシスクラウドの差別化のポイントっていうのを早速教えていただけますか。はい、やはりオンプレとの差別化ポイントとして私が思うのは、ジェネシスクラウドがですね、毎週機能アップデートですねを、やっていますというところで、そこがジェネシスクラウド大きな特徴かなと思っております。で、去年ですね、実績なんですけども、ジェネシスですね、年間200億ですね、200億円以上のですね、開発費をですね投資しまして、250を超える機能のアップデートをですね、実は行っておりました。で、これだけの機能をですね、週次でですね、行えるというところは、クラウドの良さでもありますけども、ジェネシスクラウドの良さなんじゃないかなと思ってます。で、ですね、また、ジェネシスですね、これらのですね、機能アップデートをですね、実はこう、ダウンタイムなしでですね、行っております。で、ダウンタイムなしということで、つまりはお客様の運用をですね、止めることなくですね、行っておりますところになります。ここすごく重要ですよね。このダウンタイムなしで年間250の機能アップデートがある。はい。これら多くの機能ですね、お客様の運用をですね、止めないでっていうところになってくるんですけども、なんでこういった、ジェネシスクラウドがですね、こういったことができるか。いう話になるんですが、実はこのジェネシスクラウド自身がこうマイクロサービスアーキテクチャというものを採用しておりまして、で、このマイクロサービスアーキテクチャというちょっと名前を出したので、ちょっと解説させていただきますけども、マイクロサービスアーキテクチャっていうのが、サービスが持っているですね、大きな機能があったとしましたら、これをですね、もう小さい機能に、分割して、つまりマイクロサービスっていう小さいサービスにですね、分けますと。で、分けまして、で、このマイクロサービスごとにですね、開発を行ったりとか、システム運用というか、こちらでメンテナンスしたりとか、そういったことをできるような構造のことをマイクロサービスアーキテクチャと呼んでます。なので、こういった各機能ですね、マイクロサービスごとに一個一個機能っていうのが、あるんですけども、そういった機能ごとにですね、今みたいに開発をもう何度も何度もやったりとか、メンテナンスしたりとか、テストをしたりとか、そういったことが並行にできるということで、スピーディーな機能開発っていうことができるようになっております。はい。で、もう一つですね、マイクロサービスアーキテクチャを使いつつ、個々でですね、こういったマイクロサービスを同じものをですね、3つという形で、冗長化をしておりまして、個々ですね、こういった冗長化をしているということで、お客さんの運用をですね、止めることなく、ダウンタイムなしにですね、機能アップデートを実施できているということになります。で、こうした機能なんですけども、ジェネシスクラウドがですね、どういった、機能をアップデートしているかと言いますと、昨今ですね、ジェネシスクラウドを、というか他のですね、ソリューションとかでもですね、CX とか EX とかという言葉で、いろいろ、サービスの機能の追加だったりとかしていただいていると思いますが、ジェネシスクラウドもそういう、トレンドに合わせて行ってはおります。で、プラスですね、こちらがメインになるんですけども、今使っていただいているお客様ですね、お客様にご要望いただきまして、で、そのご要望いただいた機能を、ベースにですね、開発部で議論をしてですね、次はこういう機能をリリースしようというふうに決めて、開発をしておりますと。で、こういったですね、お客さんの要望を、受け入れるというか、受け付ける、サイトを、弊社アイディアラボというのがありまして、で、そこで、受付をしております。で、こちらは、ジェネシスクラウドをお使いのお客様であったり、パートナー様だったりが、リクエストをいただくことが可能ですので、そこでですね、リクエストをいただいて、投票制度になっておりますので、投票数の多い、機能から順々にですね、ジェネシスクラウドの機能アップデートとして、入れさせていただいているような形になります。
なので、こういった機能アップデートが盛んに行われているっていうところで、常に進化し続けているっていうところで、デンスクラウド、まあ、特徴としてあるんですけども、まあ、かつですね、お客様と一緒にこう、まあ、足りない機能というか、こういったらこういう機能があればですね、デンスクラウドもっと使いやすくなるよというような形で、まあ、一緒に育てていくような面もですね、備わっておりますので、まあ、それがジェネシスクラウドの、まあ、そういった良さでもあるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。やっぱりどうしてもグローバル企業なので、出てくる機能すべてが日本の市場、日本のお客様に合ってるわけではないっていうところと、まあ、クラウドサービスって常に最新のとは言っても、お客様によってはまだそれは数年後のフェーズだったりするので、今使いたい機能とか、日本市場に合ったこういった機能があるともっと使いやすいっていうところが、まあ、当然あると思うんですけれども、まあ、こういったアイディアラボという機能を使うことによって、まあ、そういった現場のお声ですとか、日本の市場に合った機能っていうのも取り入れられていくっていうような形なんですね。はい、で、そうですね、そういった機能が、まあ、たくさんですね、デンスクラウド入っているというところで、まあ、我々としてもソリューションコンサルティングという部署に、まあ、勤めておりますけれども、お客様ないし、パートナー様ですね、まあ、ジェネシスクルーの皆様に、まあ、少しでもですね、今後出てくる機能に関しまして、まあ、理解をいただいて、できればご活用いただきたいなというふうに思っておりますので、ソリューションコンサルティング部としてはですね、毎週ですね、こういった、機能のですね、ご紹介をですね、ソリューション関連周知メールという、タイトルでですね、毎週リリースをさせていただいております。通常ですね、機能アップデートは、およそ水曜日の深夜から木曜日の、明け方にかけてですね、行っておりますので、大体その毎週月曜日から火曜日ぐらいにですね、こういったメールを出しております。で、内容としては、ソリューションコンサルタントのですね、まあ、メンバー内でですね、そういったその週に出る機能の情報をですね、ちゃんと調べてです、ね、持ち寄ってですね、で、どういったメールの内容にしようかというのを、毎週定例会を設けてですね、行っております。で、時にはですね、実際に使ってみて、どういった使用感だったかとか、まあ、そういったものを動画に撮ってみてですね、アップしてみたりとか、実際こういうふうに活用できますよとか、まあ、そういった情報もですね、掲載をしておりますので、もしですね、お使いいただく上で、どんどん機能が増えていくというところでですね、ご不満な点ももしかしたらあるかもしれませんが、まあ、そういったメールの方でですね、カバーしておりますので、まあ、そういったメールをですね、見ていただき、使っていただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まあ、なので、マイクロサービスという形を取っているので、まあ、ダウンタイムなく、年間250以上の新機能が、まあ、搭載されているというのが1点目。で、2点目は、まあ、その多くの機能が搭載されているわけですけれども、現場のですね、まあ、日本のコールセンター市場に合わせた機能ですとか、まあ、そういったものもですね、追加してほしいというご要望があれば、アイデアラボを通じてですね、ご要望いただいて、で、投票によって採用されていくというのが2点目。で、それだけいっぱい機能があると、何かがどうなってるかわからないというのをなくすために、まあ、特に重要な機能ですとか、ここ俺はいいというような機能はソリューションアップデートというような形で毎週ジェネシスから皆様に対してお送りしているというようなところですね。結構いろいろありますね。はい、ありがとうございます。まあ、クラウドの製品としては、まあ、そういったところを常に進化していくというところと、まあ、それをお客様に対してきちんとコミュニケーションしていって、一緒に育てていくというところが、まあ、キーになってくるのかなと思うんですけれども、それって他社さんのクラウド製品もやってるんじゃないのかなって思うんですが、他社さんのクラウド製品と比べての差別化ポイント、まあ、ジェネシスクラウドはここがいいといったところはどういったところになるんでしょうか。はい、そうですね、他社さんもこういった機能のアップデートとか、まあ、やられてる、まあ、製品ですね、ございますので、まあ、そういった意味ですと、まあ、ジェネシスクラウドの、まあ、もう一つその差別化ポイントというか、特徴といたしましては、まあ、拡張性ですね、システムをこうお客さんがですね、こうしたい、ああしたいっていうところの拡張性がですね、デンスクラウドにはあるっていうところかなと思っております。まあ、例えばですね、まあ、電話を、まあ、メインに使われているセンターさんで、デンシスをお使いのお客様がいらっしゃったとして、例えば次のステップとしてですね、メールとか、チャットですね、チャットのチャンネルをお客さんと持ちたいなというふうに思われた場合ですね、まあ、他の、例えば、
電話のソリューション、電話のクラウド製品とかですと、またチャットを始めたい、メールを始めたいとなりますと、まあ、それ用にですね、他のサービスとか、そういったところ連携だったりとか、そういうことをまず考えていってですね、使い勝手とか、まあ、そういうところからまず始める形には、まあ、検討ですね、始める形にはなるかなと思うんですが、ジェネシス自体はですね、ジェネシスクラウド自体は、そのご契約ライセンスを、変更するということをしていただければ、もうメールもチャットもですね、お客様とつながれるチャンネルとして、お使いいただけるというふうになりますし、またですね、全員が全員、チャット、メール使わないよと、電話を使っているセンターさんで一部の、ところだけ、チャットやメール使えますよというところであれば、アドオンライセンスっていうのがありますので、まあ、そういったアドオンライセンスをお使いいただいて、まずはですね、お客様とのメール、チャットの対応をちょっとスモールスタートするというようなことが可能になっております。そうですね。あとまた今例としてはデジタルチャンネル、チャットとかメールとかの話をさせていただきましたけども、まあ、他にもですね、ジェネシス今ワークフォースマネジメントと呼ばれる人員管理のですね機能をですねどんどんアップデートを実はしておりまして、まあ、そういった機能をですねお客様を使ってみたいと、クルーの皆様使っていただきたいっていうところで、こういった人員管理というか、ワークフォース、マネジメントの機能に関しましても、アドオンライセンスをご用意しておりますので、まあ、そういったご契約のライセンスをですね、変更いただくだけですね、今申しましたような機能っていうのをお使いいただくような、まあ、そういったことが可能になっております。はい、ありがとうございます。まあ、なので、ジェネシスクラウドと簡単に言っても、本当にさまざまな機能があって、まあ、包括的なソリューションであるというところと、あとお客様のニーズに合わせて、まあ、柔軟なライセンス体系をご用意させていただいているので、まあ、例えばですけれども、まあ、メインは音声チャンネルだけれども、まあ、一部デジタルを使いたいですとか、まあ、そういった場合も全員がデジタルチャンネルを導入することなく、まあ、コストパフォーマンスの高い契約ができるっていうようなところですね。そうですね。やはりジェネシスクラウドがライセンスをこう変更するだけっていうところがやっぱり特徴かなと思ってまして、まあ、そういった面でお客さんがこうやりたいことっていうのを、まあ、すぐ後押ししてくるような、そういったプラットフォームかなと思っております。ありがとうございます。なのでジェネシスクラウド一つで、まあ、EX、CX、DX 全て実現できるので、まあ、中長期的には本当にさまざまなことを実現したいっていうようなコールセンターさん向けにちょうどいいプラットフォームなんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、ここまでちょっとお話を聞いていて主張されてる方も感じてるんじゃないかと思うんですけれども、それだけ機能が豊富だと結構設定管理って大変なんじゃないですか？そうですね。そういった意味ですと、まあ、そういったご不安っていうのは私も提案してるときにですねよく聞かれるポイントではあります。はい。なんですけども、ジェネシスクラウド自身は、GUI ベースでですね、まあ、そういった機能の設定だったりとか、まあ、そういったこともできますので、私もそのミッションとして、こういうふうに設定できるんですよっていうのをデモを交えてですね、ご紹介をしております。で、今回ですね、ちょっとデモとしてちょっとご用意してまいりましたのは、実はまだ日本ではですね、ちょっとまだご利用いただけないというか、言語対応ができてないという面でご利用いただけないんですけども、音声の書き起こし機能ですね、よくお客様からですね、この機能に関しまして、使ってみたいとか、ご要望いただくんですけども、お客様とエージェント様の、会話をですね、後でですね、文字という形で、書き起こした状態で確認ができるというような、まあ、そういった、機能になっております。はい。ではですね、はい、実際デモの方、画面をちょっと切り替えさせていただきまして、ちょっとご紹介をさせていただきたいなと思っております。はい。よろしくお願いいたします。はい。こちらがですね、ジェネシスクラウドの、まあ、管理メニューというか、お客様の方でですね、管理者さんの権限を持たれた方が、見れるような画面になっています。で、まずですね、書き起こし機能を使う際に、まずこういった機能のインストールっていうのをしていただくような形になります。で、もうインストールも自身も簡単でして、もうこちらですね、はい。このジェネシスクラウドボイストランスクリプションっていうのをインストールいただくだけで、こういった機能が使えるようになっております。で、まあ、インストールいただいた後ですね、ここでですね、また管理メニュー、ちょっとこちら戻っていただいて、はい、この音声分析とテキスト分析っていうのがあるんですけども、こちらを押していただくと、ここでですね、書き起こししますか、しませんかというような形で、オンオフボタンもありまして、
であと信頼度フィルターっていうのがあります。でここですね、実は0から100までチューニングができるんですけども、まあ、簡単に言いますと0の場合はお客様が喋っている内容が、まあ、喋っている音声がですね、まあ、なんというか咳とかくしゃみとかっていうのもまああるかなと思うんですけども、まあ、そういったものも含めて文字起こしできるようなぐらいの精度にする場合は0、まあまあ、そういったところは、まあ、音声というか文字起こしはしないので、もうはっきり聞こえたもの、はっきりとして文字として聞こえたものだけ、文字化しますよという場合は、まあ、極端な話とかという形でこうチューニングすることができますので、まあ、お客様の、まあ、カスタマーの年齢層だったりとか、お客様の、まあ、性質とかそういったものもあると思いますけども、ここで、まあ、チューニングいただくような形になります。で、あとですね、よくこれお客様から、よく聞かれるんですけども、文字起こしした内容を検索で使えますかというふうによく言われるんですが、それもできますというところで、まあ、ここを、まあ、検索使う使わないのオンオフがこちらにあるんですけども、まあ、ここでオンにしていただくことで、文字でですね、録音したデータというか、お客様とオペレーターさんが話している内容の検索ということができるようになっております。はい。で、こちらですね、あと、書き起こしの特徴として、書き起こしするもの、しないものっていうのが、まあ、あるかなと思ってます。この業務に関しては、書き起こししますけど、それ以外の業務に関しては、まあ、特に必要もないですよっていうのがあると思いますので、まあ、そういった、多くも実はあります。で、それがですね、はい、業務ごとに我々 Q という、ものを作るんですけども、その Q のところにこういった音声の書き起こしをするかしないかというボタンが備わっております。で、ここでオンにしていただくことで、この業務に関しては書き起こしをするよというような設定ができます。で、ここでですね、あと最後にですね、弊社そのコールフローも GUI で作ることができるんですけども、このコールフローの中でですね、こういった形でコールフローをまあ作るんですけども、どこからですね、書き起こしをしますっていうのを実は設定することができまして、それがこのトランスクリプションというものになります。で、GUI で作れますので、ドラッグ&ドロップでこう入れていただくだけで、はい、このような形で、はい、トランスクリプションっていうのを入れていただくと、ここからですね、文字起こしが始まりますので、ここから、エージェントさんにつながったお電話っていうのを、実際にですね、書き起こしするっていうことができるようになっています。で、実際のですね、書き起こししたデータというのがありますので、こちらでちょっと確認をさせていただきたいんですけども、はい、こちらが、実際ですね、書き起こしを行った録音のデータになりますけども、まあ、このような形でですね、まだ英語版だけに今なっておりますけども、お客さんとオペレーターさんが話している内容をこのような形で書き起こしするということができております。まあ、今後ですね、日本語に対応ができればですね、ここももちろん日本語に対応ができて、日本語でこういった形で、書き起こしを見るということができますので、ぜひですね、今後こういった機能が出ますよというふうに、クルの皆様、ご期待いただければなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今日はですね、主にシステム面ですとか、あとコールセンターのお客様がどのようなチャンネルを提供するか、でそこに対してジェネシスクラウドがどのように進化していってですね、お客様に寄り添っていくかって言ったところをお話していただいたんですけれども、他に最後におすすめポイントがあれば、ぜひ教えていただけますか。はい、そうですね。これまでですね、私の方で、ジェネシスクラウドの、ま、機能がすごく豊富であったりとか、アップデートが、頻繁にありますよとか、あとは、システムの拡張性がですね、すぐに、動けますよと、柔軟にできますよというところと、あと今、デモで、見ていただいたような、こういった書き起こし機能等ですね、新しい機能が出たとしてもですね、簡単にですね、設定ができるというところの、内容をですね、お伝えさせていただきましたけども、まあ、やはり今ですね、まあ、こういったコロナ禍でですね、まあ、去年から私も在宅をしておりますけども、まあ、こういったジェネシスクラウドの、まあ、特徴として、まあ、以前からですね、もうすでにそういった良さはあったんですけども、まあ、オフィスですね、オフィスに出勤をして、コールセンターとして働くっていうところが、今、ちょっと、このコロナ禍でですね、だいぶちょっと変わってきつつあるっていうところもありますので、まあ、ジェネシスクラウドとしては、こういったインターネット環境ですね、っていうのが、ご自宅に、まあ、
まあ、あればというか、まあ、ご自宅にあるインターネット環境で、ジェネシスクラウドをお使いいただけるというようなところが、まあ、特徴かなというふうに思っています。で、ジェネシスクラウド自身は、もちろんそのハードのお電話ですね、シップの電話機といったハードコンであったり、端末にインストールをするようなソフトコンであったり、というところはもちろん伝えるんですけども、まあ、在宅でお使いいただくという観点では、端末のこのブラウザですね、ブラウザを使って、WebRTC と呼ばれる機能を使って、お電話をいただくようなこともできますし、あとは、携帯電話を、代用してですね、コールセンターのお電話機としてお使いいただけるようなリモートフォンといった機能もありまして、まあそういった機能ですね、まあそういった電話のデバイスをですね、柔軟に選ぶことができるという面で、働く場所であったり、そういった、お仕事される環境であったりというところに応じた働き方ができるというところが、まあジェネシスクラウドのおすすめポイントかな、私は思っています。はい。なので、これからですね、まあ、働き方っていう面で、まあ、私もずっと去年から在宅でですね、働いておりますけれども、まあ、働く場所をですね、まあ、今後問わないというか、そういった働き方がですね、これから主流になってくるのかなというふうに思っております。まあ、そうしたですね、時代の流れというところで、まあ、でも、CX とか EX は落としたくないよっていうふうに思われているお客様も結構いらっしゃるかなと思うんですが、ジェネシスクラウドを使いいただければですね、むしろですね、こういった、時代の流れがあったとしてもですね、まあ、向上するような形で、使いいただけるようなソリューションだと私は思っておりますので、来るの皆様を、まあ、こういった面で支援できるような、そういったプラットフォームだと、私は思っております。はい、ありがとうございます。今日は、まあ、主にこれから検討いただくような未来のクルーの方向けに、まあ、お話をさせていただいたんですけれども、まあ、ぜひですね、また、高崎さん戻ってきていただいて、まあ、既存のクルーですね、まあ、既存のお客様に対して、まあ、もっとジェネシスクラウドを使いこなしていただくみたいな、そんなセッションも近いうちにできたらと思いますので、ぜひまたご参加ください。はい、はい、もちろん、その時はご協力をさせていただきますので、はい、はい、お願いします。はい、では高崎さん本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、本当にですね、ジェネシスクラウドをクラウドのコールセンターといっても本当にいろんなことができるので、まあ、今後もですね、このクルーチューブ上でもどんどん皆様にですね、まあ、ここがおすすめですとか、まあ、こうやればもっとうまく使えるようですとか、そういったところをですね、ご紹介させていただければと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。ぜひですね、まあ、こちらの YouTube ご覧いただいて、何かご質問などございましたら、こちらのですね、QR コードにアクセスいただいて、弊社のお問い合わせフォームに、お問い合わせいただければと思います。それでは本日のクルーチューブは以上となります。ありがとうございます。 See you next time.